はい、皆さんこんにちは、フラバティ出身です。今日は緊急動画です。皆さんね、家にあるものですぐにマスク作りができないと困るという人がたくさんいらっしゃいます。なので今回は時短ですぐにできるマスク作りを緊急に作りました。この方法だったらかなり高スペックで時短で家庭にあるものでできます。なのでぜひこれでマスクを作って、自分を防御してください。ではですね、早速行ってみます。どうぞ。はい、今回使っていくのはこのベルトタイプでないね、どこにでもある普通のキッチンペーパーです。これはね、これロール式のものでもいいし、箱に入ってるものでもいいです。これをね、1枚使っていきます。はい、こちらが普通のティッシュペーパーです。はい、こちらがアルミホイルです。まあ今回業務用使ってますけど、家庭用で全然大丈夫です。こちらがストッキングです。はい、こちらがサージカルテープになります。もしない場合はセロハンテープで代用できます。はい、あとハサミと物差しです。はい、では作っていきます。まずね、このようにストッキングを2センチ間隔で切ります。まあ、大体でいいです。このぐらいですね。はい、でこれが耳ゴムになります。このように引っ張ってあります。で今回はね、ちょっと手袋は省略させていただいてます。これはもう本当に時間がなくて作る場合の作り方です。はい、そしたらアルミホイルをですね、大体12から14センチぐらいのところでこのようにカットします。今これで14センチぐらいですね。そしたらこの3分の1ですね、約3分の1ぐらい、まあこれもおおよそでいいので3分の1をこのようにカットします。そしたらこの3分の1の方を折ります。折ります、折ります、折ります。まあ3分の1にして4回ぐらい折るとだいたいこのような大きさになりますね。これを使っていきます。はい、そしたらこのね、もうこれフェルトタイプでも何でもないキッチンペーパーです。これを1枚このようにカットします。まあこれティッシュ式のね、キッチンペーパーでもいいと思います。この箱に入ったキッチンペーパーですね。その上にこれ普通のティッシュですね、ティッシュを1枚このように重ねます。そしたら、ここのね、角をこのまんま折っていきます。折りますよ。はい、1回、まあ大体1センチぐらい折りますね。そしたらもう1センチぐらい折ります。いいですか、折りました。じゃあ今度こっち側、1回このように折ったら、さっきのこのホイルですね、ホイルをここの間にこう入れます。そしてもう一度これを折りますね。はい、2回折りました。そしたらここでこのこれを裏返します。裏返したらこれを真ん中にこういうふうに半分に折って、でここの真ん中にこのように折り目をつけていきますね。いいですか。そしたらこれを開きます。開いたら逆さまにして、ここをね、ここに今アルミホイルが入った方ですね、さっき折った折り目を持って、ここにここの線に合わせて折り込みをつけますね。そしたらこの真ん中の線のところも折り込みをつけます。3個目の線のところも折り込みをつけますよ。はい、そしたらここで物差しで押さえていきましょう。これ大体出来上がりね、今ねここが、8センチぐらいですね。まあこれはね、8センチぐらいでも、8から9センチで仕上がってれば大丈夫です。そしたらここでこのね、サージカルテープを、まあセロハンテープでもいいんですけど、今ここ出来上がり8センチだったので、約この8センチで、カットしておきます。まあ、これもね、おおよそで大丈夫です。ただ長すぎ、あんまり長すぎると、後で切らなきゃいけなくなるので、
まあ、大体ね8センチだったら8センチでカットしておくとやりやすいです。そしたらここを角をねこのように折ります。いいですか、このように折ります。だここをね一度角を、ま、こう折り込みます。で折り込んだらここの折り目のところにさっきの耳ゴムをこう入れますね。入れて、はい、入れたらこれをこのまま耳ゴムごともう一回折り込みます。いいですか。そしたらここの部分ですね、ここの部分に先ほどのサージカルテープを使ってで貼り付けます。これセロハンテープでも代用できます。はい、いいですか。下反対側も同じように、こう折ってあげて、折ったらここのところをこのように折りますよ。はい、でここでこの間にこの耳ゴムを入れて、まあ、ストッキングですね。でもう一回ここを折り返します。このように。そしたらここをまたサージカルテープで貼ります。で、まあこのように長いところを切っちゃいましょうね。セロハンテープだとハサミを使わなきゃできないんですけど、サージカルテープだと手で簡単に切れます。はい、これでもうマスクの完成です。はい、ではちょっとつけてみましょう。はい、今出来上がったマスクがこちらです。こっちが表でこっちが裏になりますね。でちょっとつけてみます。そうしたらここを引っ張り上げますね、プリーツなんで。とここにさっきのホイールがね入ってるんで、ここはビシッとこう決まります。でこれキッチンペーパー1枚とティッシュペーパー1枚なので息苦しさは全然ありません。でここをピシッとはめるともう完全に隙間がなくできます。これは時短でかなり期待できますね。皆さん今ね、ちょっとリアルタイムで、ほぼリアルタイムで見ていただいたんで、どのぐらいでできるかよく分かったと思いますけど、これかなりね、もうなんか出がけにパッと作れますよ。はっきり言って。これだったら。だからもう本当に心配しなくても、良いと思います。ただね、一つ言っとくと、まあ、さっきセロハンテープでも代用できますよって言いましたけど、セロハンテープだとちょっとここにね当たった時にカサカサ感があるんですよ、実は。なのでこのねサージカルテープだと全く当たった時に痛さがないので、これは買っといた方がいいと思います。ストッキングはねもうコンビニに行けば手に入りますので、もうこれだったらもうすぐにねマスクもう出がけに作っていくこともできます。そのぐらい簡単にできます。でこれフィルター効果も結構ね2枚重ねになってるんで結構抜群です。なのでこれはねもうかなり時短で期待できると思います。なのでもう時間がなくてもすぐ作りたいっていう時はこのように作ったらベストだと思いますので、ぜひやってみてください。このねプリーツに関してはねめんどくさいっていう人いるんですけど、全然めんどくさくないんでやっといた方がいいです。プリーツ作るとここがやっぱりねこうやって開くんですよ。ここは閉まってここが開くんで、この密閉率がね全然変わってきますので、それはねやっぱりめんどくさがらないでやってください。簡単にできますからね。今こういうちょっと切れの上でやってるんで滑ってますけど、それでも机の上なんかで作ったらもっと簡単にできますので、ぜひやってみてください。はい、今回はね時短ですぐにできるマスク作りでした。これだったら出掛けにパッと作って出られると思います。ぜひ活用してください。こちらの動画がいいねと思った方はぜひグッドボタンをお願いします。
また次回もね、こう新しい素材とか立体マスクとかにもどんどん、開発していきますので、チャンネル登録をして次回もお待ちください。ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。